暑い日が続くと食欲が落ちたり、食事の内容も簡単なものになりがちですよね。本日は夏バテの解消に必要な栄養素についてお話しさせていただきたいと思います。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は夏バテの解消に役立つ栄養素と食事の摂り方についてお話しさせていただきます。夏バテの原因なんですけれども、大きく分けて3つありまして、1つ目が自律神経の乱れになります。これは簡単に言うと、気温の高い外とエアコンの効いた涼しい部屋、気温差のある空間を行き来することで体温調節がうまくいかなかったりして、疲れやすくなったり、体がだるいなって感じてしまうようなことになります。そして2つ目が睡眠不足になります。やっぱり夏場は夜も気温が下がらなくて寝苦しい、眠りが浅いっていう日が続いてしまうと睡眠不足になったりだとか、寝ても疲れが取れないっていうところで、これも夏バテの原因として考えられます。そして3つ目が食欲不振が原因になってきます。気温が高くて食欲が落ちたりだとか、調理の時間をなるべく短くして簡単に済ませたいとか、食事の量が相対的に少なくなって栄養不足を起こしやすいっていう、この3つが夏バテの原因として考えられます。傾向として夏場は麺類中心の食生活になりやすいっていうふうに言われているので、麺類中心の食事が悪いわけでは決してないんですけれども、傾向としてタンパク質だったりだとかビタミン類っていうのが不足しがちになってきます。夏バテの解消として重要な栄養素がタンパク質とビタミンをしっかり摂ることが重要になってきます。夏バテとタンパク質って何の関係があるのかっていうところと、夏バテとビタミンの関係って何っていうところをお話しさせていただきたいなと思っています。まずタンパク質と夏バテの関係についてお話ししていきます。タンパク質が不足してしまうと筋肉量が低下したりだとか、増血といって血を作る量が減ってしまったり、血の巡りが悪くなったりということが不足すると体の不調として出てきます。まず一つ目なんですけども、タンパク質をしっかり摂ることは筋肉量の維持につながります。筋肉量がしっかりあることと夏バテって何の関係があるのかと言いますと、人間の体の約 60% は水分でできているわけなんですが、筋肉っていうのは体の水分のタンクのような働きをしていて、人間の持ってる水分を補水するっていう役割も担っています。筋肉量がしっかりあると体に水分を蓄えることもできて、熱中症の対策という面でも役に立つことができます。そしてふくらはぎの筋肉を第二の心臓っていう風に聞いたことあるかもしれないんですが、筋肉がポンプのような働きをして血液を体の隅々まで運んでくれるという役割も担っています。血液が体の隅々まで行き渡るということは、エネルギーだったり体を動かすために必要な栄養素を体の隅々まで届けてくれるということなので、スタミナ切れというところや疲労の回復というところでも重要なポイントになってきます。なのでタンパク質をしっかりとって筋肉量を維持するということ重要なポイントになります。2つ目なんですけども、タンパク質をしっかりとると十分に血液が作られます。食べ物から栄養をとってエネルギー源になるわけなんですけども、エネルギーを体の隅々まで運ぶのは血液の役割になります。運ぶ役割を持った血液がしっかりなければ、いくら体にいいものを取ったとしてもエネルギーとして行き渡らないので、血を作る上でもタンパク質は重要になってきます。そして次2つ目の栄養素がビタミンなんですけれども、ビタミンってたくさんある種類の中でも特にビタミン B 群に注目して取っていただきたいなと思っています。ビタミン B 群というのは、人間が食べ物から糖質とか脂質といったエネルギー源になる栄養素を取った時に、食べ物からエネルギーを作り出すためには補酵素という栄養素が必要になってきます。その補酵素の役割を担っているのがビタミン B 群になります。なのでビタミン B 群が足りていなくてしっかりと働いてくれないと、食事から摂った糖質とか脂質をうまく使えなくて疲れが溜まりやすくなったりだとか、脂質をうまく代謝できないというところで体重の増加につながったりもします。なのでビタミン B 群しっかり意識して摂っていただきたいなと思います。ここまで必要な栄養素を2つ、タンパク質とビタミン B 群お話ししたんですけれども、やっぱり夏場は暑いので簡単に作れるもの、特に夏場麺類食べたくなると思うので、私の食べ方を2つ紹介します。気温が上がってきてよく食べているのがネバネバそばになります。冷たいおそばに納豆1パックかけていただいて、冷凍のオクラとかを流水で解凍してそばと納豆の上に乗せるだけ、あとはめんつゆを2回しぐらいかけて混ぜて食べるっていう
とっても簡単なんですけど、タンパク質もしっかり取れますし、オクラに含まれているビタミンも一緒に取ることができるので、簡単で食欲がない時でもツルツルと食べられるけど栄養もしっかり取れるっていうのでおすすめしたい食べ方の一つです。もう一つ私が大好きなのが冷やし中華なんですけれども、冷やし中華を食べるのであれば具材にゆで卵とかカニカマとかタンパク質源を乗せていただいて、あとはお好きなお野菜ですね、トマトとかをトッピングして食べていただくっていうのもおすすめです。麺類を食べるにしても具材を一工夫するだけでしっかり必要な栄養素も取ることができて、夏バテの解消にも役立ちますので、トッピングを工夫してみるとかで好きな食べ方を見つけてみていただけたらなと思います。では本日は夏バテの解消に役立つ栄養素とその食べ方についてお話しさせていただきました。これから気温も高くなってきて食欲が出ないなっていう日もあるかもしれないんですけれども、夏場こそ体を動かすためのエネルギーをしっかりとって夏を乗り切っていただきたいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。